日本中部地方新潟県東バラ郡新潟県東バラ郡の範囲東バラ郡は日本の新潟県にある郡。新潟県内では下越地方に属し福島県との県境に接する人口9679人面積9 5 2 8 9トル、人口密度10.2人経平方メートル現代の範囲は以下の1兆のみからなる 中心地域として津川町が栄えた。かつては越後国でありながらも長く、藍津地方の影響下にあり、軍の発足当初も福島県へ所属したが、後の1886年から新潟県の所属となった。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は以下の区域にあたる。東神原郡にあたる土地は7世紀の 両政国制度によって、越後国に所属した。しかし、1172年に、越後国の豪族であった上司の城長茂が、隣接する、道の区国の合津地方の有力寺院である、江日寺の僧侶、上丹坊に、自身のおばを嫁がせた。そして、長茂は、現在の東カンバ原軍にあたる、小川省を江日寺に寄進し、緊密な関係を結んだ。これにより、 東カンバ原軍は、合図の勢力による支配下に置かれ、また合図の文化圏に属することとなった。以後700年間弱にわたって同軍は合図の勢力下にあり、1603年から1868年にわたる江戸時代においても、本軍の大部分は合図藩の領地であった。1868年の明治維新に続く1871年の、 海藩地検の直後においても同様に藍津地方を管轄した若松県に所属した。さらに1876年には若松県が福島県に併合されたことで本軍は福島県に属した。さらに2年後の1878年には軍区町村編成法が施行され、翌1879年に福島県で同法の施行により行政区画としての 東艦原郡が発足した。若松県の文献論若松県が福島県の一部とされたことで、東艦原軍及び会津地方の住民にとっては、事件の県庁が会津の若松町から大雨山脈を隔てて遠く離れた中通りの福島町へと移管されたことで、不便や衰退をきたした。また、文化や風習も会津と中通りでは異なったという。 このため、1881年には、若松県を、福島県から再び独立させるべきだとする、文献運動が起こった。特に、福島県内の西端にあった本軍は、福島県庁へ非常に遠く、最短経路でも、約130キロメートル前後、徒歩では24時間以上を要した。県庁の移転論また、1883年には、福島県全体としても、 県庁を県内の北端に位置する福島ではなく、県の中央に位置する朝霞郡、郡山町へと移転するべきだという運動が起こり、1885年には福島県議会が県庁を郡山へ移転することを決議した。県議会はそれを大日本帝国政府へ上進した。東蒲原郡の遺憾しかし、和歌山県の独立論及び県庁の郡山移転論はいずれも 中央政府から却下された。政府は県庁を北端の福島に止めることとし、代わりに福島から遠い東神原軍を新潟県へと編入して旧若松県から切り離すことで文献運動を抑え込むことを狙った。1886年5月25日に東神原軍は福島県から新潟県へと移管された。同時点で 新潟県はすでに越後国のうち本軍を除く全域を管轄していたため本軍は古来より属した越後国へと再び合流する形となった遺憾の事務手続きは津川町の軍役所で行われ福島県から新潟県へ様々な事務や書類が引き継がれたその引き継ぎ資料を記録した書物明治19年東貫原軍引受書の中にある 東カンバラ軍役所引渡し目録には、具体的な引渡しの品目が記載されている。同目録には、多数の行政文書や、帳簿類のほか、役所の備品として、土瓶10個や、茶碗20個、ランプ1個、かや1丁、またクワや声桶に至るまでの品目が一つ一つ、数えられて詳細に書き出された。東カンバラ軍の軍域及び、軍役所は普遍であっても、 他県に所属を変更するという勝利は、単なる名前の書き換え以上に手間を要する作業であった。東神原軍が、新潟県へと移管された同日、軍の代表者33名が、視察に訪れた新潟県令の篠崎五郎に、東神原軍と、軍役所を、今まで通りに存続してほしいと請願した。当時、小さい軍の独立は、経済的に効率が悪いから、 東カンバラ軍は、軍役所を廃止して、北カンバラ軍に併合すべきという風文があったという。これに対して、軍代表者たちは、住民が暮らす地域が十利にわたっており、小さい軍ではないこと、過去に700年以上も独立した軍として統治、されてきたことを挙げて、軍と軍役所の存続を請願した。結果として、東バラ軍の廃止や併合は行われることなく、 現代まで東バ原郡阿賀町として存続することとなった。これらの地域は後の1889年に北バ原郡から編入する。1956年に北バ原郡に編入。1955年に五泉市に編入。当時までの福島県は中通りのみを管轄していた。同時に岩全県も福島県へと併合された。 Google マップで現在の阿賀町役場から福島県庁へ移動する場合。現在の阿賀町役場から新潟県庁までの距離は自動車で最短経路を移動した場合で約 52km、所要時間は約50分前後である。一方、福島県庁までは約 136km、約110分前後を要する。計測は Google マップに基づく。 新潟県はまた、越後国とは別である、佐渡国も管轄した。阿賀野川流域パンフレット川と交通流域の歴史年表。キラリ色彩阿賀野川。国土交通省北陸地方整備局、阿賀野川河川事務所。2021年9月30日閲覧。ABCD 新潟県立図書館。リファレンス事例詳細東カンバ原群に関する下記3点について。 レファレンス共同データベース。国立国会図書館。2021年9月30日閲覧。AAB 明治19年直例第43号。ABCDEFGHI。H5 サドヒストリア。第76は東カンバラ郡のお引っ越し茶碗の数も確認しますマイナス。新潟県立文書館。2021年9月30日閲覧。 abcdeo すさと、論説福島県域の成立と、合図若松文献問題。学習院士学41、70から83、一瞬02861658、https コロンスラッシュスラッシュ glim-re.repo.ne.ac.jp スラッシュ。アクションイコールページズビューメインアクティブ。アクションイコールリポジトリービューメインアイテム。 ディテールアイテム、ID=1556& ア,アイテム、No.1& ンンページ、ID=13& ブロック、ID=21AB、福島県議会主要年表、福島県議会、福島県、2021年9月30日閲覧、閲察地図教科書から1896年、明治29年1月出版、 人口19428人、個数3229との記述あり、ありがとうございます。